会長森翔介、取締役社長八木誠、そして東京支社長月山進、福井地裁樋口秀明裁判長の言葉、原発は人格権より列位に置かれるべき、原発は人格権より列位に置かれるべき、原発は人格権より列位に置かれるべき。この言葉覚えてるか、それとも最初から、左から右へ流してるか。さっきも言われたけど、電力自由化始まりますね。みんな忘れてないから、みんな分かってるから、いろいろごまかすんだろうけど、そうはいかないからな。関電の電気なんてみんな買わなくなるぞ。それが嫌だったら高浜原発の再稼働もやめて、他の原発も再稼働もやめて、すべて廃炉にしろ。皆さん寒い中お疲れ様でした。今日の、関電前抗議は、これで、終了いたします。今日は約、100名ぐらいの、参加者の皆さんで一緒に抗議しました。お疲れ様でした。首都圏半原発連合から、告知などをさせていただきます。ですね、まず、寒波の、ご協力をお願いいたします。スタッフが、服を持っております。それからですね、まず原発の、ことで言いますと、毎週金曜日の首都関連前講義、これが毎週やってますけども、3月11日がちょうど金曜日になります。今日まだ試合はないのですが、3月11日金曜日、この日は普段の金曜関連前講義の拡大版として、首都関連前講義は、僕たちの通りになりますけども、国会前官邸側の方では、著名人政治家を要請の、集会に、なりますので、この日までに、夕方、18時から20時まで、国会前官邸前に集まってください。よろしくお願いいたします。原発事故からもうすぐ5年になります。それから、こちらの方もまだ告知のフライヤーは、ないのですが、3月の下旬に、3月の配置の末、納入物税、さようなら原発全国連絡会などと一緒に、大きな、領域関連、大きな集会を予定しております。それからですね、原発のことだけではなく安倍政権だということで、2月16日に、渋谷で、これは安倍政権の地区委員会、首都圏半原発連合は事務局を務めております。それで大きいデモをやりますので、原発を止めるためにも、安倍政権だとということで0214、安倍政権の大行進に渋谷ということで、これは本日フライヤーありますので、赤いフライヤーです。よろしかったらこちらもお使いください。それから高浜原発の方が、リーフが以前に続いておりましたけれども、それはちょっとまだ今、また内容を新しくするのに、今在庫はありません。石畑原発のリーフはございますので、もし必要であれば、スタッフにお声がけください。それからですね、これは抗議ではないのですが、1月の20日に阿佐ヶ谷のロフトで19時半から、毎年恒例の首都圏半原発連合を主催の、新年会イベントを、やります。よかったらこちらもフライヤーございますので、ご参加ください。よろしくお願いいたします。もし半原発、脱原発に関わる、告知などがありましたらば、マイクをお貸しします。内容でしたらば、これで、マイクをお示しさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。国政メディアの皆さん、ご協力ありがとうございました。